上司政、字は、皇帝。新末の軍人。上司聖公造北京。義和団博物館造安記賞合否出身。江さんに従って、年軍の鎮圧に参加する。後に Y 軍に編入されて武蔵に任命され、太平天国、年軍との戦いで功績を挙げ、バトルの称号を得た。1884年、清仏戦争が発生すると、台湾に派遣され、 三世大元鎮奏兵となった。1894年、日清戦争の際には、提督洋市長に従って、朝鮮に赴き、画山に駐屯した。両党では、大高値一体で優先し、直令提督に任命された。下関条約後、新朝は、陸軍の軍政改革を行い、北洋陸軍を、武衛軍と改め、上司勢率いる 30A を、 天津近郊の足台に駐屯させ、ドイツ式の軍事協連を行った。1900年、義和団の乱が発生すると、上司生は鎮圧を主張した。4月に義和団が補定鉄道を破壊すると、5月30日に京神鉄道の保護を命じられた。義和団3000人が老婆で鉄道の破壊を始めると、上司生軍が駆けつけた。上司生軍は義和団の襲撃を受けたため、 上司政は反撃して500人を殺害した。これに対し当時政治を掌握していた橋軍王、3位、大学士号機らは上司政を叱責した。そのため、直霊総督、広白区は上司政軍を天心に引き返させた。当時の天心には、義和団2万人がいたが、武衛軍への襲撃を繰り返した。上司生は相手抵抗しなかったが、 上司西軍と義和団との間の確執は深まっていった。6月に上司西軍は天津の陽村一帯で義和団とともに北京公使館の救出に向かった八カ国連合軍の先見隊と戦闘を開始した。この戦闘で義和団は連合軍と上司西軍の機銃奏者を受けて大きな損失を出した。京進鉄道がすでに義和団に破壊されていたことと、 上司西軍の装備が優れていたことにより、八カ国連合軍の先遣隊は撤退した。新朝はこの老婆の戦いを対象と発表したが、広白区はこの功績を義和団に返し、上司政への褒美はなかった。6月下旬により、上司政は十数度にわたって天津疎開を攻撃した。その機に乗じて義和団は司法で略奪を開始したが、上司政は兵を派遣して、 1000人以上の義和団を殺害した。このため義和団は上司生が敵に通じているとそしり、上司生は朝廷の権築を受けた。上司生は7月9日に連合軍との交戦で戦死した。朝廷は懲意金を出そうとしたが、歳や合気によって阻まれた。1905年になって、天津に記念碑が混流され、中節の死亡を送られた。ありがとうございます。